湾速動物は、2枚の殻を持つ海産の艇性、無脊椎動物。シャミ船外、超賃外などと呼ばれるものを含む。一見して2枚以外に似るが、耐性は大きく異なり、海類を含む、軟体動物門ではなく、独立の湾速動物門に分類される。化石記録では、カンブリア期に出現し、古生代を通じて繁栄したグループだが、その後多様性は減少し、 原生の種数は比較的少ない。伝統的には無関節綱という関節綱に分けられてきたが、それとは異なる分類体系も提案されている。学名のブラッケオッポダはギリシャ語で腕を意味するブラッケムと足を意味するポダを合わせたもので、和名はその直訳である。有関節類の模式図。二枚の殻と肉系を持つ。腹から肉海底湾足動物は、 ま、対抗を持つ左右相性動物。2枚以外のように2枚の殻を持つが、2枚貝類の殻は、体の左右に1枚ずつあるのに対して、万足動物の殻は、配腹にあるとされている。殻の成分は、分類群によって異なり、有関節類と一部の無関節類は、炭酸カルシウム、他は、基賃質性のリン酸カルシウムを主成分とする。それぞれの殻は、左右対称だが、 肺側の殻と腹側の殻は形が異なる。2枚の殻は有関節類では腸腿外によってつながるが、無関節類は腸腿外を持たず、殻は筋肉でつながる。拡張は5センチメートル前後のものが多い。緑シャミ線外。腹柄の後端から肉系が伸びる。肉系は体壁が伸びてできたもので、無関節類では体光や筋肉を含み、 伸縮運動をするが、有関節類の肉系はそれらを書き、運動の役には立たない。種によっては、肉系の先端に突起があり、海底に固着するときに用いられる。肉系を書く種もいる。ライオスピリファリーナロストロタの化石。経過した触手感が観察できる。殻は、外套膜から分泌されてできる。外套膜は、殻の内側を覆っていて、 殻の中の外灯膜に覆われた空間、すなわち外頭腔を形成する。外頭腔は水で満たされていて、触手感がある。触手感は口を囲む触手の輪で、腕足動物では一体の腕に多数の細い触手が生えてできている。有関節類では、この腕は腕骨により支持されるが、無関節類は腕骨を持たず、触手感は体抗液の圧力で支えられる。 消化管は U 字型。食肢管の運動によって口に入った餌は食道を通って胃腸に運ばれる。無関節類では消化管は屈曲して直腸につながり、外頭空の内側か右側に開口する肛門に終わるが、有関節類は肛門をかき、消化管は行き止まりになる。循環系は開放循環系だが、不完全。腸管膜上に心臓を持つ。 心の血管はなく、腹膜で囲われた管がある。血液と体抗液は別になっているとされる。ガス交換は体表で行われる。1体か2体の人管を持ち、これは生殖油管の役割も果たす。神経系はあまり発達していない。背側と腹側に神経節があり、二つの神経節は神経管でつながっている。これらの神経節と神経管から、 全身に神経が伸びる。全種が海洋の低性動物である。多くの種は肉系の先端を低質に固着させて体を固定するか砂に固着させて体を支える視点とする。肉系を持たない種は硬い低質に体を直接固定する。体を低質に付着させない種もいる。餌を取るために殻をわずかに開き食肢間の専門の運動によって 街頭構内に水流を作り出す。水中に含まれる餌の粒子は、触手表面の繊毛によって、触手の根元にある溝に取り込まれ、口へと運ばれる。主な餌は、植物プランクトンだが、小さな有機物なら何でも食べる。有性生殖のみで繁殖し、無性生殖は全く知られていない。わずかに、私有動体のものが知られるが、ほとんどの種は、私有遺体。 死有遺体のものでも性的なりはあまりない。体外受精で卵と精子は人間を通じて海水中に放出され受精するのが一般的。一部の種では卵はメスの人間や外灯空、殻のくぼうみなどに止まりそこで受精が起こる。その場合には受精卵は陽性になるまで受精した場所で保護される。受精卵は 放射型の前頭割を経て発生する。腹口は発生過程で閉じてしまい、口は二次的にできる。どの種も浮遊する妖精の器官を持つが、妖精の特徴は有関節類と無関節類で大きく異なる。無関節類の妖精は、食脂間と2枚の殻、肉系を備え、生体とそれほど変わらない構造を持つ。生体と異なるのは、肉系が折れ曲がって、 外頭口内にあることと外当膜に比べて体と触手感が不釣り合いに大きいことである。大きな触手感は移動と接触に用いられる。この陽性は大きな変態を遂げることなく生態になる。一方で有関節類の要請には体がなく体は頭ば外当用軽容の三つに分かれている。自力で餌を取ることはできず卵黄の栄養のみに依存し、 浮遊期間は短い。形容を使って着生すると変態して生態になる。放ムシの一種。いくつかの研究は、湾足動物と放ムシ動物の類縁を支持している。湾足動物は、触手感などいくつかの特徴を放ム虫動物門、外高動物門と共有するため、この二群とともに、触手動物あるいは触手間動物としてまとめられてきた。 食手管動物は、急行動物的な特徴もあるものの、放射型の卵葛、生体の口が腹口に由来しないこと、体の三節構造など進行動物の特徴を持つことから、伝統的には進行動物の一グループとされていた。しかし、分子系統学の結果は、食手管動物を急行動物に含めることを支持することが多く、こちらが有力となっている。 全口動物の中で、触手間動物は、単輪動物と合わせて、関輪動物としてまとめる考えが支持されている。しかし、肝輪動物の中での、万足動物の位置は明らかではない。触手間動物が単系等群になるという、伝統的な考えも疑われている。キャバリエ・スミスは、触手間動物の三群の中で、外行動物だけは異なる、系統的位置にあるが、 ワンソク動物とホウキムシ動物は単系統になると考えてこの二群をアモンとして含む腕動物門を提唱した。ヘルムカンプラの研究は腕動物の単系統性を支持し、さらにヒモカタ形動物がその姉妹群になると主張した。また公園はホウキムシ動物はワンソク動物門の中に含まれると述べている。一方でダンラはワンソク動物、ホウキムシ動物、 ひも形動物の三群が単系統群になるという点では同じ結論に達しているが、ワンソク動物に最も禁煙なのは、放棄シ動物ではなく、ひも形動物と推定した。遠藤は、ミトコンドリアゲノム上の遺伝子の順序に基づいて、ワンソク動物はむしろ関係動物や、ユムシ動物に近いと推定し、放棄シ動物との禁煙性に疑問を呈している。日本における、 ワンソク動物としては、下から綱尺、仙外木尺、仙外カリングヤリデイ尺、仙外属リングヤラとしての4種の生息が確認されている。また、ドーメスズメガイダマシカビシニーデイについてもの2種の生息が確認されている。しかし、長官隊を生息地とする尺、仙外類は、水質汚染や干拓により急速に生息地を減らしており、主産地である。 有明アア海においても、食用としての漁獲の対象にならないまでに、個体数が減少しており、日本における絶滅は不可避である。怒り蝶蜃をはじめとする、頭から目、縦筋ほう貝をはじめとする、くちばしから目も日本近海の長官隊から、旋海底に生息するが、分布の詳細は明らかでない。デボンキのシャミ、旋海族化石。 ワンソ足動物の化石は、県世代のどの時代の地層にも見られる。古くは、古世代カンブリア期初期の地層から発見されている。はじめは無関節類しか見られないが、カンブリア期中期になると有関節類も登場する。有関節類の登場以降、無関節類の数は減少し、デボン期以降は、わずかしか見られない。オルドビス期には有関節類が、多様化し、デボン期に、 その多様性は最大となる。しかし古生大末の大量絶滅で、湾足動物の多様性は大部分が失われた。その後、湾足動物はかつてのように繁栄することなく衰退傾向にある。湾足動物の化石種は1万3000種記載されているのに対し、原生種は350種程度に止まっている。湾足動物の多様性の減少は 生体の似た二枚貝類との競争に敗れたためと考えられている。原生の緑シャミ仙貝を含むシャミ、仙貝族は生きている化石の代表例としてよく知られている。これと同じ族の化石がオルドビスキ、シルルキから見つかっているためである。同じ族に分類されるほどではないが、原生種に似た化石はさらに遡り、カンブリア紀からも見つかっている。ハルキエリアの化石。 グリーンランドのシリウスパセットで見つかったハルキエリアの化石は体の両端背側に殻を備えていた。サイモン・コンウェイ・モリスはこの殻が湾殖動物のものに似ていることを指摘し、湾殖動物はハルキエリアのような動物から進化したと推測した。彼の考えによれば、両端に殻を持つハルキエリアの体が折りたたまれるように変化し、2枚の殻が向かい合うようになったことで、 ワンソク動物の体制が起源したという。彼は他にワンソク動物の持つ合毛がハルキエリアの持つ抗比に由来すると考えられること、一部の原生のワンソク動物では陽性が変態するときに体が折りたたまれるようになることを根拠に挙げている。ハルキエリアの抗比は関係動物の合毛に由来するとも考えられることから、この仮説はワンソク動物と 関係動物が禁煙であるとする仮説に整合する。一方で、春キエリアを軟体動物に近いと考える意見もある。ところで、このコンウェイ・モリスの主張が正しければ、万足動物の殻は2枚とも配側にあることになり、2枚の殻が配服にあるという伝統的な考えは正しくないことになる。大プリニウスの博物詩には、二なり、白と黒。 男と女という特徴を有する意思への言及がある。16世紀の古生物学者は、これに相当する化石を発見し、女性器を思わせるその外見から、子宮石と命名した。この化石は、女性器のみならず、男性器のように見える部分も持ち、17世紀には、子宮の異常や男性の勢力減退を改善すると信じられたことも、あった。18世紀半ばまでには、 子球石は、腕足動物の殻の内側に形成された、メガタ化石だと正しく認識されるようになった。女性器を思わせる割れ目は、殻の内側の隆起を、男性器に見える突起はくぼみを写し取ったものである。伝統的には、有関節綱と無関節綱の二項に、大別されてきたが、三つのアモンに分類する体系が、広く用いられるようになっている。この体系では、くちばアモンは、 伝統的な分類の有関節綱に対応する。無関節綱は、キチン質性のリン酸カルシウムの殻を持つ舌角アモンと炭酸カルシウムの殻を持つ頭角アモンに二分されている。他に、殻の成分を重視して、炭酸カルシウムの殻を持つ頭角類と、くちばし角類を、カルサイアタとしてまとめ、リン酸カルシウムの殻を持つ舌角類と並べる体系も提案されている。 以下には、蝶津貝の有無による伝統的な二項の体系と三アモンの体系を示す。以下は伝統的な体系の一例である。同じ二項に分ける体系でも、貝の分類については異なるものもある。絶滅群は冒頭にオフした。オルドビスキのオルチス目プラティストラフや属の化石。以下は三アモンに分類する体系である。なお、 公園は放棄シ類をワンソ足動物門の第四のアモンとして含める体系を提案しているが、本校では放棄シ類はワンソ足動物に含めていない。オルドビス紀の頭角目ペトロクレイニア族の化石。人間生活と直接に関わることは少ない。日本や東南アジアでは緑シャミセンガイなどのシャミ、センガイ族が食用にされている。ありがとうございます。